その大雪の恐れがあるとして、県は不要不急の外出は避け、出かける際には道路情報の確認をするよう呼びかけています。はい、このような中、鹿児島市のカー用品店では、路面の凍結に備えようという人が訪れていました。昨日と比べても今日から本当に一気に増え出したような、もう電話もずっと鳴りっぱなしで、ちょっとこちらも対応に追われてしまってという。鹿児島市のカー用品店では、大雪の予報の影響からか、今日午前中からタイヤチェーンを買い求める人の姿が途切れない状況です。雪の予報が出てたので、アイラとか、国分に親戚がいたりするので、土日行く可能性もあるので、一応念のためですね、初めて買いました。チェーンは買ったんですけど、チェーンの付け方もちょっと練習しようと思って、なるべくしたら雪が降らないのは一番いいんですけど、降るってなった時にどうしても仕事とか休めないので。最近のタイヤチェーンでは、取り付けが比較的簡単な非金属製のものが人気で、価格は2万円台から3万円台となっています。チェーンをつけたからといって安心せずに、決められた速度っていうのを守って安全運転を心がけていただければと思います。一方、県は大雪の予報の際は不要不急の外出は避け、出かける場合も冬用タイヤやチェーンを装着して県の道路の規制情報を確認するよう呼びかけています。その道路情報をお伝えします。道路の路面凍結の恐れがあることから、霧島市、伊佐市、和泉市の国道や県道合わせて7カ所でチェーンなどが必要となっています。この規制はしばらく続くと見られています。